はい、小屋裏のトト始まりました。チャンネル登録よろしくお願いします。グラント白兜の白リンと白ヤンです。君たちなんか黒くなったよね。1ヶ月前は、あー白いね。だいぶ違うね。今日何をするかというと、この昆虫ゼリーを使って遊ぼうかなって思います。この辺に穴を掘っていきましょう。こっちにも掘ります。はい、穴が2つ開きました。何の穴なんでしょうか。ではこの穴の中に、シロリンとシロヤンを埋めていきます。ごめんね、また後でね。はい、それではこの昆虫ゼリーをいっぱい入れて、はい、埋まりました。いっぱいです。さあ、埋まっている2匹は出てこれるのでしょうか。この2箇所は開けとこうか。出てきたらびっくりするだろうな。シロリンはちょっとだけ動いてるし、シロヤンの角がちょっとだけ出てきてるかな。これ編集してるんですけど、確か1時間ぐらい待ってたんですよね、出てくるまで。シロリンも見えてきたね。昆虫ゼリーは全部で19個かな。入ってますね、飼育ケースに。前の動画でも言ったんですけど、昆虫ゼリーが全然売ってなくて、ホームセンター行っても。まあ時期が時期なんで、大きいお店行けばきっとあるんでしょうけどね。いやー、これ可愛くないですか。めっちゃ可愛い。やっと体半分くらいは出てきたでしょうか。
もともとそんなに動かないからね、この子たち。お、出てきたかな？ゼリーがいっぱいだよ。シロヤン食べてるのかな？なんか微妙だよね。特に何も起きなさそうだね。君たち、ちょっと久しぶりにやってみる？普段はね、別々の飼育ケースに入れてるので、バトル。どうした？シロヤン飛んだよ。シロリン、どこでそんなの覚えたんだ？シロヤン、繊維喪失しちゃったね。カブトムシの飼育日記、グラントシロカブト、いかがでしたか？これからもシロリンとシロヤン、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。